はい、こんにちは、のぶです。では、304日目リボルブ、チャレンジ連続10回ということで、今、最高が6回までいったので、現在目標設定が7回です。ただ全然今3回4回ぐらいしかいかないので、やっぱり基礎であるその蹴り足の安定し、蹴り足の右足を安定してこうボールを同じ高さに蹴り上げること、これをやっぱり意識していけば、まあちょっと回数もいくのかなと思います。ということで早速いきたいと思います。まあ、3、4回くらい行きましたね。ちょっとこの、流れでやっていきたいと思います。Yeah.